こんにちは、ようくん松村チャンネルです。本日は熊本駅周辺の街の散策でやってきますので、よろしくお願いします。熊本の繁華街が正直大都会すぎてびっくりしました。そんな熊本の街を少しでも分かってもらうような動画でお送りします。それでは行きましょう。まずは改札を抜けて駅周辺の様子を映していきます。まずはこちら熊本駅、グレーで統一された駅舎、何でも熊本城の武者返しをイメージした駅舎みたいです。映像では分かりにくいですが、湾曲しているのが特徴。そう、熊本城の石垣は上に行くに従って勾配がきつくなる特徴があります。それではいよいよ駅前の様子を見ていきます。左手にはビッグカメラの入ったビル、正面には高層階のタワーマンション、他にも高い建物が立ち並んでます。こちらは駅から出て右側の様子ですが、アミュプラザ熊本という大きな複合商業施設があります。なかなか大きいですよね。こんな感じで熊本駅周辺も大変立派ですが、なんと繁華街は駅から約 2km 近く離れたところにあります。結構ね、面白い街の作りをしてますよね。ってことで、こちら路面電車に乗って繁華街方面まで向かいたいと思います。路面電車の駅より構造は至ってシンプル。皆さん路面電車って利用したことありますか？実は僕、今回路面電車初めてなので、ちょっとねワクワクしてます。おっと、電車がやってきました。簡単な地図ですが、熊本は下通り、上通りが主な繁華街となります。最初は赤枠の烏丸町駅で途中下車して、その付近の様子、そして熊本の代表的な観光地から見ていきます。その後はめちゃめちゃ栄えてる繁華街を映していきますので、ぜひお楽しみに。しかし路面電車は大変便利なものです。この撮影の時に路面電車を何回か利用しましたが、道路の中に駅があるので、ホームまでサクッとアクセスすることができるんですよ。地下鉄だと1回降りてまた上がってだからね、それがなかなか大変ですもんね。さあ、交差点を左にカーブすると烏丸町駅、最初に降りる駅に間もなく到着です。はい、烏丸町駅のホームに着きましたが、もうこの辺りの雰囲気でビルがねずらりと立ってる様子がわかるかと思います。で、駅からカメラを左に回すと、こちら桜町熊本という立派な複合商業施設が建ってます。他ね、映画館とかバスターミナル、熊本城ホール、ホテル、住宅、オフィスビルから構成されているとの情報です。もうこういう建物がある時点でかなり都会的ですよね。こちらの建物の裏側に回ると、いやー、でかいでかい熊本城ホールの建物があります。ということで、もう名前の通りすぐ近くにある熊本城の様子を見たいと思います。桜町熊本の前にある通り、シンボルプロムナード、こちらをまっすぐ歩いていきます。途中には NHK 熊本、熊本は駅の外観も含め、なんとなくグレーや黒、茶色を基調とした建物が多いなと個人的に思いました。城下町だからかな。落ち着いた雰囲気でとても味があります。さらに通りを奥まで進んでいきますと、こちら加藤清正の像、熊本城を築いたお方です。後に細川家が城主となり、明治維新まで続いたとのこと。で、清正像が建てられているところの橋を渡ります。下を流れている川は坪井川です。この先お城の前にとても素晴らしい場所がありますので、その様子を映していきます。橋を渡った先には桜の馬場城西園という施設があります。なかなかいい雰囲気が出てますよね。ちょっと中の様子を見ていきましょう。中はこんな感じで、どうですか、ザ・城下町の観光地って雰囲気が漂ってます。この中は非常にお店が多く、レストラン、ご当地グルメを扱っているお店が大変多く賑わってました。もうどこへ入っていいか迷いそうですよね。で、とりあえず松村やってたら喉が渇いたので、甘夏ハイボール、そして桜メンチカツ、馬肉メンチカツのことです。これがめちゃめちゃうまい。この後の撮影が非常にはかどりました。で、桜の馬場城西園の裏にある坂を登っていくと、こちら加藤神社があります。でね、こちらも素晴らしいですが、そのすぐそばにはこんな感じで熊本城を眺めることができます。熊本に来たら熊本城は外せないスポットですもんね。ちなみに熊本城を別な視点で撮った映像があります。まずこちら、市役所の展望台から撮影した熊本城の様子、また違う雰囲気がこんな感じで楽しめます。そして前泊した時に映した夜の熊本城、うっすらと熊本城が照らされてて、夜でもその貫禄を楽しむことができました。
それでは烏丸町駅のすぐそばからまずサンロード新市街という、こちらアーケードを歩いていきます。その後左に曲がり下通りアーケードを歩いていきます。こちらサンロード新市街のアーケードは全長235メートル、幅18メートル。後に紹介する下通りアーケードはさらに規模はすごいのでね、ぜひ楽しみにしててください。しかしこちらもアミューズメント施設、飲食店などがぎっしり立ち並んでて非常に栄えてることがね伝わったかと思います。でこちらでサンロード新市街の終点となります。そしてこちらを左に曲がると下通りアーケードに続いてますが、その前に右方向にシャワー通りと記載された看板があります。ちょっと気になりますよね。ということでその様子を見ていこうと思います。下通りアーケードの入り口からカメラを右側に回したらスタバがあります。その右側の通りがシャワー通りとなります。シャワーという名前はアーケードがなく日光や雨が降り注ぐことに由来しているとの情報です。この辺りはおしゃれなセレクトショップやカフェが多い通りとなってます。東京でいうと表参道を小さくした通り、ちょっとね表現が難しいんですが、そのように感じました。通りもこんな感じでおしゃれな雰囲気が漂ってます。さあそれでは引き返していよいよ下通りアーケードを歩いていこうと思います。こちらですね。どうでしょう、めちゃめちゃでかいですよね。なんと長さ511メートル、幅15メートルとのこと。そしてなんといってもね、人通りが大変多いです。ウィキペディアの記載の情報ですが、2018年度のデータでは休日は約5万人もの買い物客で賑わうみたいです。僕はいろんな大きな都市を散策してますが、その中でもこのアーケード街は指折りの栄え方をしている、そう言っても過言ではありません。通りの途中は銀座通りと交差します。こんな感じで交差する通りも様々なテナントからビルなどが立ち並んでて、下通りエリアは非常に栄えてます。ちなみにこちら夜の下通りアーケードの様子ですが、このアーケードから交差する様々な通りはネオンがキラキラとした歓楽街があります。熊本すごいですよね。初めて来ましたがね、まさかここまでとは思わなかったです。先ほど映した銀座通り、夜の雰囲気はこのようになってます。ここで熊本市の概要ですが、熊本市は人口約74万人、日本最南端の政令指定都市です。九州では福岡市、北九州市に次いで3番目に人口が多い都市となります。交通の面ですが、福岡まで新幹線で約40分、鹿児島までは約1時間程度で行けてしまうエリアにあります。また熊本駅から熊本空港までは約 20km の距離にあり、比較的アクセスは便利かと思います。ってくらいで簡単ですが以上となります。まあこれから先大事なところはお伝えするので、ぜひ最後まで見てください。で下通りアーケードを抜けたら路面電車の通り調筋駅があり、ここの通りを電車通りと呼ぶみたいです。どうでしょう、ビルもぎっしり建ってて人通りもすごい多いですよね。この辺りに来ると熊本が活気あふれてることがねよくわかるかと思います。電車通りには巨大な百貨店、鶴屋百貨店が建ってます。また奥行きがすごいですよね。カメラを回すと下通りアーケードとは別の通りがありますが、今回こちらは割愛します。ちなみに鶴屋百貨店の建物には連絡橋があり、近代的なビルとこちら直結してますって感じで、商業施設の規模がすごい大きいことがわかります。で鶴屋百貨店の向かいにはビプレスというまたでかい建物があります。商業施設からホテル、熊本市現代美術館、カルチャーセンター、他にも様々なテナントが入っている複合施設です。ではこちら上通りアーケードの様子を見ていきます。通りの様子はこんな感じ。上通りアーケードは下通りアーケードと同じようにチェーン店のお店もあれば、昔から営業されているお店が多いなという印象がありました。下通りとはまた違った味が出てて、熊本を訪れた際はこちらの通りも歩くといろいろな発見がありそうなので、おすすめかもしれません。はい、それでは次に熊本県庁に向かおうと思います。そこには素晴らしいものがあるので、ぜひお楽しみに。それでは路面電車に乗っていきます。はい、繁華街とはちょっと離れたところまでやってきました。こちら県庁通り、こちらを道なりに進んでいきますと熊本県庁があり、そこに大変有名な漫画のキャラクター像が立ってます。何だと思います？答えはワンピースのルフィです。そう、ワンピースの作者尾田栄一郎さんは熊本市出身なんです。もはや熊本市の誇りですよね。
ちなみに県庁から割と近くに熊本市動植物園がありますが、そこにはチョッパーの像があるみたいなので、ぜひ観光の際はね、行ってみると良いかもしれません。で、あと熊本の大変有名な水前寺成就園に行こうとしたんですが、なんか YouTube での営利目的の撮影は事前予約が必要だったみたいなので、残念ながら入ることができませんでした。一応 Wikipedia に画像を載せておきます。こちらは初代藩主細川忠利が築いた水前寺お茶屋が始まりとのこと。阿蘇の伏流水が静かに湧き出る池があり、また庭園となっており、大変有名な観光地です。中に入れなくても優しい視聴者さんが多いから、きっと許してくれる、そういう風に願いたいです。あと熊本に来たらやはりラーメンを食べなくてはいけないので、こちら国定さんに入りました。いい感じですよね。いや、見た目も実に美しい、とても美味しかったです。あたりはすっかり暗くなりました。こちら熊本駅前の噴水、ライトアップからか美しさが際立ってます。しかし今日はね、歩き疲れました。これから新幹線に乗って南方面に行きます。ということはね、もう勘の鋭い方だったら次回の動画はどこなのか予測できると思いますので、次回ぜひお楽しみにしててください。以上、熊本駅周辺を散策する動画でやってきました。この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。ご視聴大変お疲れ様でした。